はい今回は五輪オリンピックでですね、まあ、日本選手が虐げられている、まあ、その内容について考えていきます。まあ、どういうことかというと、リスナー様の方がこの話、詳しいんじゃないかと思うんですけど、このスポーツクライミング日本代表の森愛さんという方が、ですね、まあ、0点にまあなったと、まあ、そのことがですね多くのところから非難が寄せられているというまあ件ですね。 明らかにこれってあの日本人を強いたげてるんですよね。日本人にこのメダルを取らせないようにとか、あの不公平っていうか、あ何ていうのか、嫌がらせっていうのか、あ許せないですね。で、僕はあのスポーツに詳しくないんで、あんまりね、どうのこうの言いませんし、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、多分リスナー様の方が詳しいと思うんですが、まあ、この話はひどいっていうことで、とてもです、ねまあ、炎上してるんですよ。 であの、まあ、僕もですねほとんど五輪を見ないんでわからないんですがこの森愛さんっていう方ですねこの方はですね金メダル候補っていうことで、まあ、注目されていたみたいなんですよあ,あまりですね、まあ、知られて、まあ、いなかったのかもしれませんが、まあね、この金メダルの候補だったこの日本人女性ですで当然ですがこのパリの、ねまあ、五輪組織委員会っていうのはこの森愛さんのことを知っていて でこの森藍さんの身長とかあそういったことも知っていて嫌がらせをしていたんですよ。日本人が金メダルを取,ら取れないように日本人に金メダルを取らせないように細工したんですね。五輪というのは世界最低の場所ですよ。ふざけんなって話です。あの日本で五輪を開催しようとかね国民全員で反対しましょう。ふざけてるのもいいところです。オリンピックって五輪って何かっていうと一部の人間の金儲けなんですよ。 スポーツの祭典とか言ってますけど、全くのデタらメですからね、一部の人間の金儲けの温床です。おかしいとしか思えない。で、この森愛さんっていうね、金メダルを期待されていた方がですね、一番最初のこのホルダーっていう、まあ、捕まるところでしょうね、捕まることに、えー、ところに捕まれずに、この結果、0点になってしまったわけですよ。 で、これっていうのは先ほど五輪の人間たち、その委員会の人間たちが分かったんですね。で、この森愛さんっていう選手はですね、えー、身長がまあ低かったっていうことで、でこの選手をですね、えー、このメダルからね、えー、こうなんていうかな、弾こうっていう、そういったまあ意味ですよ。だから日本の選手を弾いて、ヨーロッパにメダルを取らせようってね、公平でも平等でもなんでもない話ですね。ずるもクズもいいところですよ。ふざけんな、本当に。別に僕はそんなに、 スポーツとかね、そういったものに興味がないし、よくわからないんですけど、さすがにこれはね、あの見てておかしいとしか思,思えませんよ。多分リリサーさんもこの見た方いらっしゃると思うんで、結構話題っていうか、注目にね、数日間なってるの、この森愛選手っていうね。うん、だからよく言うじゃないですか、日本でも、ね、えー、丸別をなくせとか言って。 これ、これやってることがあ、丸別そのものですからね、明らかにこの身長が小さい選手に、ねえーその、その方が頑張って金メダルの候補になってる、しかも日本人がね、それを、こう、なんていうのかな、邪魔してるって、だからまあ、これを言うとね、ちょっとね、まあ、どう思われるかわからないですが、こういうくだらない五輪とか、見るのやめた方がいいですよ、くだらないのもいいところじゃないですか、ずる、不正、不平等、これを見てですね、一喜一憂する国民も僕、どうかと思いますよ、日本国民ね。 でこの五輪を見てるスキンですに、ね、憲法改正しようとしてるわけですからそっちを見ないといけないわけですよとか言うとねまた嫌われるんですよすいませんということででこのスポーツクライミング森合選手が0点になったってことはこれは世界もおかしいと思って世界からもこれ批判が出てるんですよ世界からも批判が上がって炎上してるんですね。 この森秋選手がですね最初にまあ用意されていたあー、ね、そのホルダーというのは高すぎる位置にまあ設定されていたんで、えー、まあこれでですね0点になってしまってこれで結果、ですねメダルをとあの取れなかったんですよ。で、えー、日本人だけではなくこれ世界からもこれおかしいじゃないかということが言われてるんですよ。 この森藍さんというのは世界のトップレベルの選手ということで、この業界というのかな、このスポーツ、クライミングのところでは注目されていたんですが、その方がですね、最初の段階でねホールドをつかめず、0点になって終わってしまったって、フランスっていうものがおかしいんですよ、異常です、はっきり言って。だから、どうしてでも日本に金メダルを取らせたくないと。 でこのパリ五輪のスポーツクライミングの複合女子の決勝っていうことで、でこの森愛さんがね、その最初のホールドが高すぎてと届かない、で、0点だったっていうことで、で、えーねと、途中までかな、途中まで1位だったんですが、最終的に、まあ、4位になってしまったと。で、僕もあのこの森愛さんのね、えー、映像を見ましたけど、本当にね、なんて言うんでしょう、見てて悲しくてこ言葉になりませんよ。で、多分そう思ってる日本国民が多くいるわけですよ。 身長が小さいわけじゃないですか、でその方に、ねえー、届かないようなところにあの用意されているわけですよ、でも、まあ、それでも頑張ってやってるその姿を、まあ、映像になっててね、まあ見、見ましたけど、何回も見,見ましたけど、本当にあの悲しいの一言ですよで、これを多分見た日本国民は多分みんなそう思ってると思いますよ。 慎重的に厳しいわけですよそれでも頑張ってるその姿を見て、うん、本当にね、えー、あのこのオリンピック五輪の何て言うのかなこの不公平さとか不,不平等とか嫌がらせですよだから日本の頑張ってる、ねえー、小さなあ女性の選手に対するこれ究極の丸別ですからよくあのこういうことを聞いたことないですかフランスは自由平等迫害とか言ってますけどふざけんなって話ですからね。 丸っ持っきりて丸別の国です。言ってしまえばアメリカ、フランス、この西側諸国の後ろにいるも者、まあ、日本にもいますが、そういった者たちですね、いわゆるグローバリストっていうものは、えーね、その国民間の丸別を意図的に図るんですよ。で、表向きは違うこと言うんですよ。丸別はいけないんだとか言いながら、裏ではですね、そういうふうに、どういうふうにしたらこの丸別が生まれるかということを考えてるわけですよ。 で今回のこのフランスとかそうじゃないですか。完全に日本国民、日本人のですね、えー、この金メダルに最も近い選手を丸別して、えー、ね、えー、この、なんていうのかなあー、メダルが取れないようにしてたって、ふざけんなった話ですけどね、くだらねえのもいいところだからあんまり見ませんけど、ちょっと見たらね、あのやっぱりくだらなかったと。で、この、 いろいろ調べたんですけど、まあ、僕はそのスポーツがわからないんで、実はこの第1課題、ファーストステップはですね、7人中6人がこれね、スタートのこのホールドを掴んでるっていうことなんですが、その中にね、ねこの森選手がいたんですが、森選手はち身長が小さいわけじゃないですか。だから、これどういうことかっていうと、明らかにここでこの森選手を潰そうとしたんですよ。だから全然、全くもってね、まあ、僕はスポーツわからないからあれなんですけど、 あの慎重さっていうのはあるとは思うんですよ、ただし、何がこれ、問題なのかっていうと、こういったものを配置する人間の、えー、そのさじ加減一つで、ですね選手がこうね、えー、こう落ちてしまう、不平等じゃないですか。だから、これっていうのは、いろんなことを語って、ですね一言で言うと、日本人を潰そうとしてるんですよ、日本人がメダル取れないようにしてるんですよ、ふ,ふざけんなって話でしょ、多分皆さんもそう思ってると思うんですよ、この話を見て、別にね、何も思わないっていう人は多分いないと思うんですね。 知らないっていう人が、まあ、知らないってたまにいないのかな、僕は全然見ないですけど、あの数少ない、僕が見たこのオリンピック五輪の中で、本当、許せないですね。で、これ、なんでなのかっていうと、この森愛選手ですね、ここで0点でなかったら、多分メダル取れてたんですよ。そ,それをこういった邪魔されて、メダルも取れなかったっていう、悔しいじゃないですか。で、これ、悔しいと思ってるのは、僕たち日本国民だけじゃないんですよ。日本人以外も、外国人もこれはおかしいっていうことを言ってるんですよね。 だから身長が大きい人が有利になることはあるんでしょうけど、もう要するにね、えー、スタートの段階から日本人は弾かれてるわけですよ。完全にこのフランスの丸別でしょ。くだらないのもいいところですよね。だから五輪っていうのはあスポーツ選手、まあ、選手は頑張ってるんですよ。でも選手がどうのこうのっていうわけではなく、一部の金儲け、えー、そのための利権の祭典ですから、くだらないとしか思えない。 頑張ってる選手がこういった目に合ってるのを見て悔しいとしか思えないですしその頑張る選手を、ね、この否定して丸別してるっていう時点でもうどうかしてますよ。あのこ,のこういうことをやるどうかしてるやつらが日本の後ろにいるんですよグローバリストって言ってで今回フランスですがフランスアメリカ日本の後ろにこのグローバリスト、まあ、D の S とかっていう、ね、言い方はいろいろありますがそういったものがいるでそういったものがおかしなことをやってこの五輪で非常にこのおかしいことが起きてると。 わわけわかんないですよね、うん、何が平等だよ。平等でも何でもないよず。ずるばっかして。で、結局、あのね、他の競技もありましたけど、日本人が勝てない。そういったようになってるじゃないですか。くだらないのもいいところですね。ちょっと僕、あの、あんまり五輪とか見ないんですけど、たまたま見たら、このね、スポーツ、クライミングのこの森愛さんっていう方が、この0点にされて、 でこの件がすごく非難が、ね、多く集まっているということで、ちょっとこちらの件についての感想をお話しいたしました。多分、リ,リスナーさんの方が詳しいと思いますので、何か思うことがございましたらコメント欄に書いていただければと思います。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。